これからご覧いただくものは現実からかけ離れています。人は実現可能なことでも不可能だと思い込むものです。物事は簡単に変えられません。しかし自分の思考ならいつでも変えられます。考え方を一度でも変えられたら物事を変えるのも難しくありません。不可能に思えたことも実現の可能性が見えてきます。私の世界へようこそ。私たちが考えているとき、思考のエネルギーや集中力がどこに向けられるかによって体に影響が出るのです。状況によっては他人の体の状態でその人が何を考えているかが分かります。たとえどんな人でもこの感情がはっきりと表に出たときは常に同じ表情をします。すなわち多くの場合、不可能と可能の違いは盲点によって生じているのです。